大江戸八百夜長和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢、ここへ踊る。皆様こんばんは。こんばんは。第57回大江戸八百夜長和装備情報局のお時間となりました。今日は横ちゃんと一緒に、はい、ワットでチャンスの番組となります。今日もよろしくお願いいたします。今年初めてお会いするんじゃないですか。そう、 そうですね、はいはい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。とかなんとか言っちゃって、はい、このワットでチャンスの番組は、はい、今回で2度目です。2度目でございます、はいはい、ところが、ええねえ、ええ、なんかなくなっちゃうようなギョギョっていう風にね、聞いたんですけれども、はい、また次回は特別企画で、あのうちの番組の中にワットでチャンスのコーナー作ろう。いいんですか。作ろう作ろう。一緒にやろう。金曜日ですか。金曜日金曜日。わあ、じゃあその時にまたよろしくお願いいたします。そういうことでいきなりまた次回のですね、はい、番組も決まりました。はい、決まりました。はい、この番組は北千住シーウェーブよりお送りしております。そしてまた提供先は株式会社 PR 現代、和の生活マガジン花咲様、そして山ちゃんの着物相談会様、私の和装備よりお送りをさせていただいております。また、協賛は株式会社結婚しましょう、株式会社メリーポピンズ、美人区都企画、和装備イベントシャイニング輝く女性づくりの会、また浅草のスカイツリーが見えるカフェで英会話、日本伝統和文化を英語で伝えましょうから、協力をいただいております。そしてこのまだあるんです、この和文化のですね、はいはい、理念なんですけれども、はい、この番組が成り立ったのは、人と人の和の和、それから和文化の和、この和と和を重んじる心で着物とそして和髪を通して未来にまた世界にですね、この和文化をつなげようという試みで、この大江戸八百夜長和装備情報局を、まあ、運営をしますといいますか、はい、この番組をお送りをしております。終わりました。あー、よかった、はい。うん、私、局長の林芳恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして横田博之でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今、はい、横ちゃんは、うん、本当はね余裕持ってくるって言ってたんです。そう、ところが1時間ぐらい前に着くはずだったのがね今来たところでバタバタでしたね。何がどうなっちゃったんだかよくわかんないんですけど、はい、でも慣れていらっしゃるから、もう、焦ってたのは前にいる井上ディレクターが一番なんか焦ってました。だって僕いつも井上さんが来る前にいるもんね、いつもねそうなんですよ、はい、いつも僕余裕持ってきてるのが今日こんなギリギリになっちゃったということでびっくりしたんだと思います、はい、また横ちゃんの番組はいつもギャラリーがねたくさんいらっしゃるので、うん、まあ、私の場合はねもう大勢いるんですよね。ありがとうございますなんちゃってそれではここで、はい、CM タイム。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。春夏秋冬四季折々の和の魅力をたっぷり満載、着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く、ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。はい、はい、それではこの花咲くの、はい、宣伝でございました、はい、こちらですね、もう早くも
2月号が出てまいりました、ね、こちらもですね先週も宣伝をさせていただいておりますけれども、お求め先は花咲く花咲き人、そして PR 現代でお求めいただけますので、ぜひともですねお求めいただきたいと思います。例えばこちらのですねお求め先の電話番号なんですけれども、はい、03-3639-1256 番までお求めいただきたいと思います、はい、今回ですねこの花咲くぜひともご覧になっていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、それでは、まず大江戸八百八町和装備情報局のいつものやつやってみましょうか、はい、お願いします。大江戸八百八町和装備情報局始まりました。ワットでチャンスで、もう早くもですね、うん、今日は30日、そう1月の30日、はい、もうねあっという間に、ね、あっという間です ねそうすると気がついたらクリスマスになってたりするんですよね。あ、クリスマスですね、ま、早いですよね、はい、1月はムツキでございます、はい、2月はキサラギ、はい、本当のこのキサラギっていうのは、うん、衣の着るというのを入れて、うん、着るその上に、はい、もっと着る寒いからそうさらに着るですよね。よく知っていらっしゃる、学びました。ありがとうございます。そうするとキサラギ入りますと、はい、もう2月の3日の節分祭が入りますね。で今日は2月3日の節分祭にちなんで、はい、ちょっとですね私も適当なこと言えないので、ちょっと読みながらになりますが、ね、よろしいでしょうか。はい、私は実を言いますと節分とか、うん、節分って言いますか、うん、祭時期とか、うん、年中行事の講師もさせていただいてるんです、はい、でここではちょっと公には言えないんですが、某ある大学の講師もやらせていただいてるんですね、はい、なので本当はこの年中行事の話もね、うん、どんどんやりたいんですよ。やりたいですね、はい、だから、うん、もしよかったらね、はい、ぜひともよこちゃんの番組でも私の番組でぜひぜひやらせていただきます、はい、お願いいたします、はい、そうなると今ここにですね、うん、もうこの、はい、節分鬼打ち豆がということで用意をさせていただいているんですが、はい、まず節分はこの春夏秋冬を区切る節目の日、立春立夏立秋立冬それぞれの前日の早朝なんですね。季節の変わり目には邪気が生じると考えられており、節分には災難を追い払うという追難、聞いたことありますよね、はい、追難が行われました。本来節分は年に4回あります、はい、今では春を迎える立春の前日を特に節分と呼び、厄を鬼に見立てた鬼洗いのさまざまな行事が定着しています。節分は新暦では2月の3日か4日、今年は2月の3日になります、はい、旧暦では年末か年始にあたります。古くは立春を年の初めといたしました。節分は大晦日になり、新春を迎えるために邪気を払う無病息災で1年を過ごそうというお正月なんですね、はい、では豆まき、今今日は用意してまいりました、はいはい、豆は豆という字を書いてますけれども、はい、本来の豆は魔物の豆、豆の魔、魔物の魔、はい、それから目、目です、はい、で滅多にない目とか滅亡の目、そういうので豆というふうにも書くそうなんですね、はい、この豆をぶつけて追い出そうという意味だそうです、鬼に。だから本当はね、私今日ね鬼のお面を持ってこようと思ったんですよ、うん、これにつけてねそうやりたかったんだね、桑内鬼は外なんてやりたかったんですけど、やられたかったわぜひともご家庭でやっていただきたいんですが、はいはい、現在でも節分にはご家庭で、またお寺ですよね、うん、はい、お庭外、そして福は内と唱えながら豆まきを厄除けとして幸せを願うわけです、はい、例えば豆まきの大豆は必ず煎ってください、はい、なぜ、ま、あ、そして煎ったものをこういったマスに入れて、はい、そして神棚にまず前日あげておくんです、はい、
そして次の日の夜に、うん、あのこう豆まき、夜じゃなくてもいいですね、はい、2月の3日にされるということなんですね、はい、でどうしてい、いらなくちゃいけないかっていうと、うん、豆っていうのは根が出るじゃないですか。はい、根が出ます。だから豆なんですよね、はい、だから、まあ、五穀豊穣とかっていう意味でもあるんですが、はい、必ず行ってくださいということですね、はい、では、年男年女厄年の人また家の主人が豆をまきます、はい、で夜家中の出入り口や窓を開けて玄関から順に全ての部屋で豆まきをしていきます、はい、豆をまき終わったら服を逃さないように扉を戸を閉めてください、はい、自分の年の数だけ厄年の人は数より一つだけ多い数の豆を食べてください、はい、要するに年取り豆ということなんですね。そしてお豆にお湯を注いでお茶にして飲むという、はい、福茶というものがあるんです。大好きです、はい、そうですか、はい、今日は私ね作ってきたんです。はい、あの大福茶大福茶、はい、まあ福茶とも言うそうなんですが、はい、お正月の新春の時には中に梅干しと喜ぶ昆布と、はい、それから、うん、あのね、山椒の実を入れるんです、ね、はい、で今日は私は宇治から、まあ、届きましたほうじ茶を入れてまいりました、はいはい、でこの節分祭にはやはり先ほどの昆布と、はい、そしていった豆と、うん、梅干しを入れてます。先ほど井上ディレクターにもお渡ししたんですけど、はい、よかったらどうぞこちらで無病息災を、はい、祝うということになります、はい、ぜひちょっと飲んでみましょうか、はい、では乾杯、乾杯。ぜひともですね皆様お試しになってください。あ、美味しい。そうですか、うん、梅干しの香りとそれから昆布の香りと、ね、はい、いったお豆ですね、はい、これで無病息災となるわけですね、うん、ぜひともこんな簡単にですねできますので、はい、皆様もお試しになっていただきたいと思います、はい、そして今日はヒイラギも用意してまいりました。はい、はい、こちらでございます。そうですね、はい、はい、節分の日の夕方にはヒイラギの枝に焼いたイワシの頭を、はい、刺したものを戸口に飾る風習がございます、うん、はい、なぜかというとイワシの悪臭、これは鬼が退散する、そうなんです、うん、鬼が嫌いなんですよね、という魔除けの意味があるそうです。この匂いっていうのがこの塩焼きみたいなイワシを食べる家庭も多いようですね、うん、はい、イワシ食べますね。あ、食べますか、はい、なんか関西方面ではあるそうですね、うん、ロバのいいようはこのヒイラギ食べたいだろう。あ、そうなんですね、はい、あとこのヒイラギの葉っぱの、うんうん、この尖ったところに鬼の目をつくとか、はい、そういう意味らしいんです、うんうんうん、で関西では節分の日に何でしょう、はい、何でしたっけ。関西何だったっけ。有名じゃないですか、今ではご商売に使ってますよ。あ、はい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 、これねこれね、そうなんです、うんうんうん、太巻きを食べる風習があるということです、はい、ですから、何も言わずに丸かじりをする、うん、それを願いが、まあ、こう丸かじを知りなやりながら、はい、願いを叶えてもらうという風習になるということらしいですね、はい、あのうち変な風習があるんですけど、はい、ちょっと飲んじゃいますね、はいはいはい、あの豆まきをするじゃないですか、まあ、子供たちに豆まきさせますよ、うん、後ろにですね主人が、例えば今だったら私、昔だったらうちの親父がしゃもじを持って後ろからついて回って、でお庭外お庭外福は内ってやるじゃないですか。そしたら後ろからごもっともごもっともって言って回るんですよなぜか知らないけどそういう風に昔からうちは面白いですね。あとね、はい、豆を包んで、はい、あの家の一番近い十字路に持って行ってそこに置いて帰ってくる。知らない。でその時絶対後ろを振り向いちゃいけなくて、はい、後ろを振り向いたら鬼がついてくるっていうんで、もう子供の頃からですね持って行ってはもう目つぶってこうやって家に帰ってくるなんていうのを僕らはやってました。今でもやってます。あ、それはどちらの風習なんですか、はい、どこでしょう。僕は、まあ、東京江戸ですけど、ね、そうですよね、うんうん、ああそうですか、まあ、そんなことやってましたね。うわ、はい、初耳です。はい、そんなこと、はい、ぜひともですね皆様もあのご自分の地域でそういう風習がありましたら今からでも結構ですので、あのメールかメッセージをね、はい、いただければと思います。
まあ、このようにですねこの福豆をですね、はい、2月3日にぜひとも豆まきをしていただきたいと思います、はい、あともう一つね、うん、あの初馬って言って初馬、はいはい、この節分の後の、 あの馬の日が今年は2月3日になるんです、はい、あそうか2月3日そうなんです、はい、ごめんなさいなんかね飲んじゃったのでねちょっと私もなんかそうなんですよ、はい、でねこの馬の日っていうのは、うん、あの京都のお稲荷さん伏見神社に、うん、そうですね、はい、その五穀豊穣という、はい、農業の神様が降りてきたと言われたそうなんですね、うん、だから初馬祭っていうらしいんですよ、でまあ、初馬祭ってお稲荷さんなので、まあ、狐さんはね、うん、やっぱりそういう神様なので、うん、まあ、五穀豊穣の神様でもあるので、まあ、その油揚げと、はい、それからあの俵井にいたお稲荷さんをいただくということで、うん、これを無病息災。そうですね、私があの大学卒業して最初に入った広告代理店なんですけれども、はい、毎年初馬の時にはお稲荷さんがあの社員に支給されました。やっぱりね、はい、商売繁盛なんですよ。商売、あ、そう、商売繁盛、初馬商売繁盛ということらしいですね、うん、ぜひともこちらもですね忘れずに皆さん召し上がっていただきたいと思います、はい、ではここでなんかね、はい、あの久々なので、うん、ちょっとねトークをしたいですよね、はいはい、これはもうヨコちゃんの得意番ですよね。いやというかねもうこの二人でのトークをするのがすごく楽しみで、ね、ありがとうございます。二人きりでお話しするの初めてですね。初めてですね。この前はすいません、もう難しい話ばっかりしちゃったので。いえいえ、はい、つい最近ある写真が届きました。びっくりしましたが、ちょっと井上さんその写真をちょこっとだけ10秒ぐらい上げてすぐ隠しちゃってください。出てるのかな。これすごいよね。これですか。もう上がってるのかな。はい、はい、かわいいって皆さんから評判のようなんですが、いやいやこれいくつの時。私19歳の時ですね。はい、うん、サーファーの頃でした、はいはい、でそうすると19歳と僕の方がちょっとだけしたの、ね、ちょっとだけしたの、ね、ちょっとだけ数ヶ月、ね、数ヶ月それとも1歳、うん、そうだね、はい、うん、でね僕ねよしえちゃん、よしえちゃんって僕がいつも言ってるんですけど、はい、高校時代彼女の高校に彼女がいるときにあの学園祭僕行ってるんだよね。へえ、知らない。でその時は知らなかったけどね、うんうん、その時は他の子目当てだったんですけど行ってるんですよ。でいやそうかと思ってなるほど。しかもそこの高校にうちの娘が行ってたというね。そうですか。です今はもうレベルが高くなって、ね、どうなんでしょうかね、はい、はい、まあ、そういうことですごく因縁というかね、はい、うん、ね、この時は私本当にサーファーだったんで、うん、もちろん湘南ですよね、はい、で、まあ、いろんなところで、まあ、海に行って、うん、まあ、いろいろですね、もう今もそうなのかな江ノ島とか、はい、湘南方面っていうのはもう波はないんですけれども、本当ね、サーファーが湘南っていうけど、はい、湘南の波でサーフなんかできないな、うん、確かにね、うん、あの浜っ子でちょうどね、うん、浜虎とかね、うん、いろいろ流行ったんですよ、はい、ですからこのスタイルも流行ってましたので、うんうん、自分でねビキニを縫ったり、うん、そしてね、そのなんだっけあれ サーフボードの、うん、はい、カバーも自分で作ったり、ね、ワンピースまで自分で手縫いでした、はい、だからもう本当にあの辺で、最近はもう行くことないですけれども、うん、その写真を見ると懐かしいですね。真っ黒でした、ね、俺も真っ黒で結構髪の毛長くてっていうそういう時代が。じゃあその写真、横ちゃんの写真も探してみます。ちょっと出してください。ああ、出ないの。あ、僕のあのフェイスブックの、そう、フェイスブックのカバー写真、ちょっとちょうどね、あれは僕18の時で、18歳、同じぐらいの時で、変わんないじゃないですか、うん、あれはね、ヨロントで撮った写真。ヨロント行った、行った、行った、行った。なんかあったでしょ、なんかあったでしょ。いや、あったっていうかその星の砂ですよね、うん、星の砂ですね。でちょうどね、はい、その時がね、うん、ちょうどそのなんだろう、流れ星乱気流の時だったの。ほうほうほう。もうね、すごいのよ、流れ星がね、もうずっと永遠に降ってるの。もうね、うん、ずっとお願いしてたの。俺もなんかずっとヨロンで寝っ転がって空見てた思い出はあるけどな。同じの時かもしれないな。なんか変なディスコなかったですか。ありました、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 ありました。私行きましたよ。
はい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 。そうそう、うん、そしたらディスコって言ったらよく行きましたやっぱり、うん、あ行きましたね六本木渋谷、渋谷、はい、六本木渋谷あと新宿、あ新宿ね、うん、行った行った、うん、僕らね高校時代からあのカンタベリーハウスとかずっと行きました行きました、この前片付けてたら、はい、なんかその頃のカンタベリーハウスの会員権がカンタベリーハウスね、うん、そうビバ館ギリシャ館、はい、なんかニューヨークニューヨークもあったりとか、 あ、 ニューヨークありましたね、はい、あと六本木だと私ネペンタ行ってました、 あ、はい、あとネペンタの上の、うん、だから要するにあそこのビルなんだっけ、あの、はい、椿ハウスとか、あ椿ハウスも行きました、うん、なのででも横須賀もね、うん、横須賀あのドブ板通りのところにもあったんですよね、はい、うん、クラブが横須賀行ってないな、うん、そうですか、あの横浜駅の駅前に、スーパースター、スーパースターってあったでしょ、あのラジオ関東がやってたとこ、はい、行きました、うん、ね、あの私は、うん、もうあの美人の友達ばっかりでしたので、はい、うん、私こんな話しちゃっていいんですか、いいんです、いいんです、こんな話するはずじゃなかった、ワットでチャンスですか、何でもいいんですよ、うん、あの美人仲間だったんですよ、うん、なので、うん、やっぱりあの声かけられるじゃない、はい、でも私たちは全員ね真面目なんです、はあ、だから9時になったら帰る組だったんですよ、あらそう、だから、うん、ちょっとこういろんな人たちから声かけられて、うん、なんかその気にあるようなふりをして、うん、なんかこんな風にしてみんなで遊んでて、うん、9時になると全員帰るっていう、うん、もう目で合図するんですよ、うんうん、とさー私たちいなくなるんですね、これが結構私たちのチームでは有名でした、うん、なるほど、周りで伝説になってあの子たちなんとか落としたいみたいな、はい、はい、でも誰一人として落ちることなく、はあ、遊び人には見られましたけれども、うん、みんな美人のサーファーでした、はい、いいですね、覚えてますか皆さんとか言って、はい、なんかすごく懐かしい、会ってる人いるかもとか言って俺声かけたことあるかどうかわからないですけど、みんな大学生でしたからね、はい、はい、そうだね、うん、だって高校生ぐらいからディスコ通い始めて、はい、うん、でも大学全盛期みたいなことで、はい、確かにね、うん、ありましたよこちゃんの写真、あの諦めることなくよこちゃんのねフェイスブックのカバー写真、カバー写真に出てますので、はい、ちょっと出さないとダメですよ私のばっかりじゃいやいやみんなもう見てると思うんで意味ないですから、うん、今度探しとくいろいろダメですダメです、したりしたなんだってね、そうですか、はい、うん、で横ちゃんはじゃあ学生時代はどんなことをされていたんですか、うん、学生時代ずっとね映画を撮ってたんですよ、8ミリ8ミリ8ミリ映画8ミリ映画、16ミリ映画、はい、そんな感じですね、そういうようなサークルにもいたし、はい、全国 の、 その映画を作っている大学のサークルを集めたあの組織運営みたいなこともやってましたし、上映会やったり自分たちの映画作ったり、あと結構いろんな女子大の映画に出演してたの、うん、すごいじゃないですか、大学4年間で出た映画100本ぐらいあると思うんですよ、100本ですか、主演作品はそんなにないですけどね、 4,5 本すごいですね、そんなことをやってました、あとはあの映画館のもぎりのバイト、はい、あとあの映画配給会社ってあるんです、いろんな、はい、昔で言うと CIC とか UIP とかいろいろあったんですけど、そういうところにお願いして、はい、映画見せてくださいと、試写会の映画を全部見せてくださいってお願いしに行ったんです、うん、その代わり、映画館で の、 あのいろいろはがきの回収とかねそういうのは無料でバイトでやらせてもらって、ボランティアでやらせていただいて、はい、で感想文も全部書きますから、はい、全部見せてくださいってお願いして、面白いそういうことをしてました、だからだん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 いろんな映画館どこでもタダで入れるようになって、映画見れるようになって、羨ましいっていうようなことで、学生時代過ごしてましたね、うわ、うん、まあ映画もお芝居も、はい、されていたということです ね、 そうですね、まあ、映画の中のお芝居になりますけどね、私舞台の方はな、多分横ちゃんと似てるかもタイプ、うん、私も舞台に出てました、あ出てました、はい、なのでどんな舞台、私はあの鎌倉小劇場といいまして、うん、鎌倉の最初のですね、うん、まあ、1期生といいますか、はい、お芝居を志していたんですね、なのでなんか似てますね、似てますね、どっかですれ違ってたんだと思う、うん、はい、だから、高校時代も、演劇部、あ演劇部なんだ、やってました、僕ね高校の時に演劇部入りたかったんですよはい、でまず最初に新入生たちにこの日の、午後は
授業はありませんので各、うん部活動のオリエンテーシングがありますと、はい、でそこで自分の好きなところ見学に行ってください。 あるじゃないですかそういうの、はい、で僕は演劇部にまっすぐ行こうと思ったんだけど、うん、なぜか足が速かったんですよ、うんうん、でその前の体力測定かなんかの50メートルとメートル走がすごく速かったんでいきなりあの陸上部に呼び出しかかっちゃったの。陸上部、うんはい、でお前は陸上部に入れって言われて先生からとくとくと言われるのを一生懸命、うんがあのすいません僕は入りませんって言って30分ぐらいあの断って、はい、それから演劇部に走ってったらもう始まってるんですよ、うんうん、で演劇部の人ってみんな声大きいじゃない、はい、でなんかね入りづらいわけ途中から。あそう。そしたらねその隣が映画研究部で、ね、これからやるからおいでよとかって言って振ってたんでそっち行ってそこで役者をやることになってしまったという、ね、あもう一つ似てるかも、うんうん、私ね、うん、陸上部っていうか足が速いんですよ、うんはい、なので結構私県大会に出るぐらい、うん、あの足が速かったんです。川崎市大会まで行った、ね、あそうですか、うん、だからなんか似てるじゃないですか。似てるじゃないですか。その頃出会ってればな趣味が似てますね、はいうん、私はねテニス部に入ってたんです高校時代。そしたら母がうちの子は体が弱いからって言って、うん、先生にわざわざ電話を入れて、うんうんで辞めさせられたんですよいきなり。でもね私のお小遣いでラケットとシューズも買って、うんうん、で次の日クラブに行ったら、うん、あれなんか辞めたんじゃないのって言われてで結局辞める羽目になって。普通はね体弱いから、うん、じゃあ運動でもやって体力つけようっていう。そうじゃないの。違うんですよ。したら友達が演劇部おいでって言うんで、うん、それで行きました。演劇部って体力いるし結構ハードなトレーニングしませんでした。いや私結構サボり屋。あ本当僕ら容量がいいの。演劇部はとにかく毎日走ってましたよ。あすごい毎日走ってました。で高校の時にね、はい、映画研究部だったんですけど、うん、僕走るの好きだから、うん体育祭の時に、マラソンだか何キロ走だかに出たいって言ったんだけどちょうどねその前に盲腸で手術したばっかりだったんですよ。だからお前は手術後だから走っちゃダメだって言われて、うん、それはエントリーさせてもらえなくて他の競技に移ったんですけど、うん、映画研究部だから体育祭のね、うん、記録ビデオを撮んなくちゃいけない。記録、はい、記録映画を作って学園祭で流すっていうの でそのマラソンにカメラを担いだままずっと完走したというね。そっちの方が大変だろうみたいな。そんなことやってました。すごいですね、はいうん、それはすごいと思う、うん、はい、はいまあ私ね、うん、そしてその演劇部で、うん、小学校2年生の時にね、うん、横浜の青少年センターってあるんですよ、はいはい、そこの舞台で眠れる森の美女っていうのをみんなで見に行ったんです、うん、舞台を、うん、で私もいつかこの青少年センターの舞台で一度上がって演劇やりたいなって思ってたの、うんうん、で高校で3年生の時にやっぱり県大会に行ったんですよ、うんはい、それは北鎌倉がその私たちの演劇部が北鎌倉で、はいはい、で私主役っていうか主演が3人いたんですね、はい、でそのうちの一人だったんですけれども、うん、それでそこの青少年センターの舞台に上がることができたんです。もみじ坂です、ねうん、はい。だからなんかね念ずれば花開く坂村新民の言葉なんですけれども、ねうん、なんかねこういうふうになりたいなって思うと、うんうん、これはみんなのおかげですよね。私一人で舞台上がったわけじゃなくて、うんうん、願いが叶いました。はい、うん、素晴らしい。ありがとうございます、うん、横ちゃんもう出ます？ありましたある、はい、じゃあ、はい、ちょっとアップしてください、はい、じゃあこれも10秒です ねこの写真は、うん、いつの時のですか。18歳だから大学1年の時に与論島行ってそこで18歳一緒に撮った誰かに撮ってもらった写真ですね。モテてたでしょう、はい、いや今のはモテるよきっと。あもっとっていうことね。いやその頃はモテるとかっていう方法が分かんない、うん。あそうなの、うん、まだねまだ奥手だ。い思いだけはあるんだけど、うん、何もだからじゃあデートした時どうしたらいいのって言ったらドキドキして無口になっちゃうみたいな方だったんじゃないかな、うん、そうですか、うん、デートまではこぎつけました、うん、でもデートの間一言も喋れずに帰りましたみたいな、うん、そんな頃だったような気がします、はい、なるほどね、うん、じゃあ初めてデートしたのっていつだったんですか。初めてのデートね、うん、でも高校
高校生ってね、結構くてだったんですね。ああ中学校の頃とかっていうと、うん、あのまあ、グループでみんなで、あ、グループ交際ね、スケートに行こうとか、うん、なんだとかってそんな感じで終わってたと思います、うん、あでもね、僕大思い出してきた思い出してきた、中学校2年生で転校しちゃったんだよ、はい、あのその時はうちの親父の仕事の関係で大阪にいたんですよ、はい、で大阪から東京に引っ越してきちゃって、で大阪の時に好きだった子がいて、なんとかと思って、で中学3年の夏休みにもう一回行って、その子にお願いだから一回だけデートしてって言ってデートしたのは覚えてます。でその時は本当にだから口聞けなかった。うわ、それが中学3年、中3の時に大阪までわざわざ帰って、うん、まあそうです、まあ、帰ってっていうかね、うん、ふるさとですよね、うん、もうね、うんうんうん、うわなんかロマンチストですね、かわいいですね、うん、で、大学1年の時は、はい、それこそからよしえちゃんの高校の僕の一つ先輩の女性、ね、誰だろうですね、へえ、うん、まあ本当にまあ、女子校だったので、うん、で私たちの場合はね、まあ、もう一つ男子校がありましたので、はいはいはい、大体そこの男子校との、うん、まあ、接点が多かったですね、うん、で私はもう一つあったのはね、はい、これは今でも、うん、忘れられなくなってしまった思い出になるのかな、忘れられない あの高校3年生の時にやっぱり僕の、うん、うちの高校の学園祭に遊びに来た女の子と知り合って付き合うようになって、はい、でその子の写真って僕今一枚もないんですよ。ただ卒業アルバム、僕の高校の、うん、の開くと学園祭の高野祭のファイアーストームの写真がドンとあって、そこに2人でね後ろ姿で立ってる。へー、その写真だから手繋いでるんじゃない、手は繋い、その時はまだ出会ったばっかりだから手繋ぐとかじゃなくて、はい、その後にその子が電話帳を一生懸命調べて、でうちを電話突き止めて電話かけてきてくれて、それから付き合うようになったんですよね。そういう意味だと電話帳っていうのもね、なんかすごいきっかけになったのかなと思いましたけど、うん、ありますね、うんうん、私もよく昔は好きな人ができるとグループっていうか友達なんかと、うん、わざわざもうそのうちに訪ねちゃうもんね、うん、でお母さんとかお父さんと仲良くなっちゃって、はいはいはい、で帰ると、まあ、その彼とかがね帰ってくるじゃない、うん、そしたらえいつの間になんかみんながいるのみたいな、うん、昔はもうそれだけ女の子も積極的でしたよね、うん、もう誕生日に花、うん、お花をね送りたいんだけど、なんとか印象付けたいから本人の家まで持っていくわけですよ。そうすると本人いないんだけど、お母さんが出てきてくれて、お母さんにはこのお花をっていうので渡して仲良くなってたりとかね、その間に他からでっかい花束が俺が持ってったのより倍ぐらい大きいのが2個3個送られてくるわけ。これちょっとこれ負けられないなみたいな感じで、ね、そんなことがあったり、まあ素敵な方だったのね、うん、どういうタイプがお好きなんですか。こういうタイプ。ああもう上手ですね。ありがとうございます。私はね、まあ、この前の番組でもお話ししましたけれども、はい、陽子ちゃんとの出会いはねまた面白いですよね、うん、そうですね、はい、うん、まあ、そうやってね今でもこうして接点があったわけですから、はい、しかもこうして番組までご一緒させていただくということで、うん、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。で考えてみたら、うん、いろいろな興味深い、うん、例えば、まあ、お芝居であったり、うん、陸上であったり、うん、で今回のこの番組であったりとかいう、うん、同じような共通点があったんですね。そうですね、そうですね、うん、びっくり。まあ、結構の、はい、ね、番組が始まるずっと前から、うん、まあ、ちょっとな、まあ、知り合いまして、で、まあ、この番組は今日はこれでおしまいになるんだろうけど、この後もずっとねいろんなところで、そうです ねっていうか、横ちゃんと、うん、あともう一人新井さんのおかげで、うん、私の仲間がまたどんどん番組を出るようになりますので、はい、新番組もね、はい、またどんどん増えていきますので、ぜひとも皆様ご覧になっていただきたいと思います、はい、私の方は毎週金曜日、昼の2時からですね、2時間枠で、2時間ですか、うん、なんかオペラって見ましたけど、そうそうそう、うん、いろんなことやりますんで、その中の一つにぜひ、ぜひよろしくお願いします、うん、そのオペラはどうしたんですか、うん、2年ぐらい前にね、まあ、オペラの方をゲストでお招きして、はい、それがきっかけで、で、かっぱ橋歌劇団というね、かっぱ橋の道具街があるじゃないですか、はい、あそこにミレニアムホールっていうすごいいいホールがあるんですよ。あるの、はい、
でそこでオペラをやるっていうので見に行って、素晴らしい演目を本当に素晴らしい方たちがやってるのにもかかわらず客席がガラガラなの。そうなんですか、うん、あ、知らないんですよ。そうだからその情報を発信しなくちゃいけないし、うん、ふと考えるとオペラってあんまり知らない人が多いし、でもマニアはたくさんいるだろうけれども、うん、あんまり満員にならないらしいんですよ。海外公演はすごいんだけど敷居が高いし、うん、でそれを敷居を外そうっていうことでちょっとオペラの情報を流す番組やりたいねということで。すごいじゃないですか。私オペラ好きなんですよ、はい、そのためにウィーンに1ヶ月近く行ったりとか、あ、はい、一昨年も行って、うんうん、やっぱりその着物で、はい、オペラハウスで行ったりしてましたから。イタリア行ってオペラ見たくてスカラ座行きたいとかって、はい、無理やり。イタリアもいいですもんね。やってたん で、あと今度じゃこの前1月の10日にオペラのナレーションをやらせていただいたんですよ、うん、ヨコちゃんが、うん、すごい。で、まあ、そういう感じでじわじわとですねオペラ界にこう足を踏み入れていこうというようなことでですね。うわ、うん、本格的に、はい、じゃあぜひ私も遊びに行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ来てください。はい、それではここで音楽タイムをお願いいたします。はい、それでは、私がずっとやってた番組、オールライト日本のエンディングテーマでもありました、リリー&ヨージの残そうをお願いします。空を残そう、綺麗な夕日それを残そう、人を残そう、街を残そう、木々を渡る風を残そう、誰のために何も知らない子供たちの明日のために愛を残そう、夢を残そう、優しい気持ちそれも残そう、心もこそ言葉もこそ、境のない国を残そう、誰のために何も知らない子供たちが生きるため、幸せを置いてゆこう、私たちができる限り。もっと残そう、何を残そう、考えつく全て残そう、きっと残そう、約束しよう、何も知らない地球のために子供たちの明日のため、子供たちが生きるために、そして幸せを置いて行こう、私たちができる限り。
そして幸せを置いてゆこう。私たちができる限り。ですね、うん、あのこの歌は先ほどその聞きましたけれども、はい、ちょっとリリーさんの談話をちょっと教えてください。あの私本当に中学ぐらいからずっとリリーのファンで、ずっとあの、まあ、昔はライブっていうのもコンサート、それこそ厚生年金会館とか武道館とか、うん、そういうところでやってらした方なんで、ね、もうあの舞台の下からずっと見ながら憧れの人だったんですよ。素敵でしたよ ね、 ね、髪が長くってなんかこう素朴な、まあ、一応ハーフだからね、かっこいいですよね。であのたまたま今から7年ぐらい前にあの居酒屋で飲んでて、たまたま隣り合わせて初めて会った人と意気投合して、で話聞いてみたらなんか昔のデビュー前のリリーのこと友達だったっていう人なんですよ。でちょっと待ってって言って、それで調べて、あこの日にライブやってるって言って、ちょっと一緒に行って俺を紹介しろって言って連れてって、そこでいや久しぶり何十年ぶりとかっていう出会いがあって、そこで後ろにくっついて、横田ですよろしくお願いしますって言って、そのまんまあのいいよとも言われないのに打ち上げまでくっついてって強引にお友達になったんです。それでこの歌を残していただいた、うん、あでその時にこの歌をもう歌ってらしたんで、はい、でまあ、新井よし子さんと番組やるときに、うん、じゃあうちの番組のエンディングテーマ何がいいっていうんでこの歌を思いついて、でお願いして使わせてくださいということで。最高ですね、はい、いい歌をありがとうございます。なんかあるとどこでも行くんです僕はそう昔だから8ミリ映画の話さっきしてたじゃない。そうですね、8ミリ映画を日本に残したいと、もうなくなっちゃう、ビデオに撮って変わるっていう時に、うん、なんとか残したい、そのために何が大事だろうって言って、黒澤明監督に8ミリ映画を撮らせようって言って、あの監督8ミリ映画撮ってもらえませんかって言いに行ったことがある。それでどうなったの？それはダメでしたけど、ね、いやでもお会いできたわけですか、うん、あの息子さんの方にお会いしました。うわでも、はい、まだまだわからないですよ。いやもう、ね、まあね、まあ、8ミリ映画はもうないですけど、ね、まあ確かに ね、まあ、ねでもとにかく何かあったらどっかに行ってなんとか、ね、1% でもあるならやってみようというのが私のやり方なんです。もう YouTube で残してるじゃないですかいやいや、うん、まだこれからですね、はい、楽しみです。残そう素晴らしいお歌をありがとうございました。それでは、はい、1 10 100 1000 10、これは仲人マダムのお箱でございます、はい、ではここで CM タイム。
山ちゃんの着物で相談会、はい、次回は2月20日21日土日ですね、はい、トノヨロンシャンビル7階の特設会場で大処分市がございます、はい、こちらはですね人形町または小伝馬町で、はい、ちょうどその真ん中あたりなんですけれども堀留町ですもんね、あ、うん、そういうことなんですね、もう、はい、日本中 の、 あの着物屋さんが集まってる場所です、あ、はい、うん、ではそこで、大処分市が行われますのでぜひとも行ってください、はい、山ちゃんの着物相談会よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では次の告知なんですが、はい、私たち自分ゆい大江戸和紙学会でも2月の11日木曜日勤労感謝の日にですね、ちょうどこの世界に生きる日本の形日本の心一つの輪から世界が始まるという、うん、ジャポニズム振興会1周年記念に参加をさせていただきます、はい、私たち日本紙で言ってまいりますのでぜひともですね、皆様も、この開催日にお越しになられまして私たちにお声掛けをいただければと思います、はい、素敵な和紙で、ね、参加ですもんね、 ありがとうございます、はい、で私ねこの後あの大友、あの千里さん の、はい、あの踊りの会にも行くんですけれども、あの毎年桜の季節に、うん、上野公園の、うん、上野動物園の向か前あたりね、前あたり、はいはいはい、もうすごい広場のあるじゃないですか、ありますあります、はい、そこをねもうとにかく場所取りをして、はい、でね、大友千里さんのグループってすごく素敵で深川踊りって言って ね、 深川踊りね、はい、でピンクの衣装を着て本当に芸者の雰囲気なんですけれども、うん、はい、私もそこで踊りたいので、はい、今日はあのそのどこだっけ、うん、深川踊りを、はい、踊りの稽古に行ってきます。これから、はい、なので皆さんもぜひですね、うん、はい、あの千里さんのその深川踊りのお稽古に来ていただいて、はい、ええ、まだまだ先ですけれども、はい、花祭りのね、はい、なんかみんなで参加できたらなって思いました、ね、最近深川あたりはもうしょっちゅう行くようになっちゃって、あ、うん、そうそうね、うん、そうね、見てます、フェイスブック、あの深川の不動産の横丁にねいいカフェがあるんだよ、うん、今度一緒行きましょう、ぜひぜひ、あの薬膳のねお酒があるんだけど、アリのお酒がある、アリアリンコのアリ？アリンコつけたお酒。うわあ、私嫌いじゃないですよ、うん、そういうの。美味しいんですよ。ただね、うん、あの帰りの電車の中で、あ、ちょっと歯のところにアリが引っかかってみたいなね。え、浮いてるの？やった、うん、ちょっとそれ。いや、それはちゃんと取ってあるんですけど、うん、ちょっとつまんでみたり。なるほどね。うん、すいません、門前仲町の今日行くところは、はい、古石場文化センター、はい、はい、夕方6時半から開催してますので、はい、ぜひともお越しになってください。はい、ていうこちゃんは？告知、はい、うん、そうですね、本当番組よろしくお願いしますというのと、近々、焼肉屋さんが1軒オープンしますので、焼肉屋深川に、はい、深川に、はい、ぜひぜひまた、Facebook その他でご案内しますので、来てやってください、お願いします。焼肉ですか、はい、うわー美味しそう、私肉女です、肉女ですか、はい、ちょっと肉の話を今度しっかりとね、え、うん、じゃあ今度はうなぎからお肉に、うん、あ、うなぎの方も2月14日、2月14日、あの3周年記念なんで、え、バレンタインデーにオープンしたお店なんですよ、野田屋さん、はい、はい、あの先着30名様 30% オフです、ぜひ行くしかないじゃないですか、はい、2月の14日は日曜日ですよ、そうです、混みますね、混みますね、え、うん、横ちゃん何時に来てるんですか、もう朝から行って、あ、朝からまた店頭で売るの、店頭であのさばいてます、あの行列を、はい、本当に 30% オフ、本当、じゃあ行くっきゃないですね、はい、皆さんぜひ来てください行きたいですね、来週のこの時間はシャイニング輝く女性作りの会、はい、メインは一戸美也子、江戸しぐさの講座のお話をさせていただきます、うん、ぜひともご覧になってください。今日は私林芳恵、横田博之お送りいたしました。また来週までごきげんよう。